今回はコネクションを応用して少し動いていきたいと思います。やってみます。まず、2人の体が近づいていくことによって今ここにプッシュで、その関係のまま動いていきます。で、2人の距離が離れることによって今度コネクションがフック引っかかった状態になります。で、男性が下がれば女性は前進してきます。男性が近づいて女性と近づいて距離がプッシュになります。で、離れてフックになります。で、もし手が今下にあるんですが上に行った場合、この場合は基本的にはここに集めますのでプッシュになります。プッシュになり、で、下がった時点で今度これはフックに変えることができます。これを使って動いていってみますと、男性のリードによって女性の向きを変えたり動かしていくことができます。で、2人の体が離れていきますので、ここでコネクションはフックになります。プッシュになったりフックになったり、ここで今集まってますんでプッシュです。で、何かステップをやっていきますと、ここで向かい合いました。ここでもしコネクションがなかったら今2人の距離感はこれだけですが、ここにコネクションがあれば2人の空間を広げることができます。かかった状態のままフックの状態で今ステップをしています。で、2人の体を寄せればこうプッシュになります。寄ればプッシュということですね。で、これを応用して、いろんなステップをやっていくことができますので、練習してみてください。以上です。